夏休みの子どもたちに科学に興味を持ってもらおうと大規模なイベントが開かれ、大勢の子どもたちでにぎわいました。イベントでは科学の仕組みを楽しく学べるショーのほか、洗濯のりと鉱物を化学反応させて粘り気のある物質スライムを作るなど18種類の実験を無料で体験できます。この金属を液体につけて電気を流すと色がつきます。白衣で実験を行っているのは全員が小学生です。どんなところが面白かったかな。電気で色がつくのが面白い。自由経験には使います。楽しかった。楽しかったです。将来なりたいお仕事は、将来はピアニスト。今日やってみてどうですか。なんかちょっと好きになったりとかしそうですか。また実験がしたい。主催者側は実験の面白さや不思議さを通じ科学に興味を持ってほしいと話しています。イベントは明日まで開かれ、6000人の参加が見込まれています。